よし、じゃあ次のマシュマロいきますか。はい、次はよいしょ、七角先生、今回は、私は七角先生、あやめちゃんの衣装がとても好きなのですが、お二人はどのような衣装を着てみたい、またはお互いどのような衣装を着てほしいなどありますか。おとのことで、あやめちゃんに、そうか、着てほしい衣装か。あ、じゃあまず着てみたい衣装を着きたいな。じゃあファーっとね、みんなはかどるかもしれないし。着てみたい衣装か。よう悩んでる。難しい今。いやでも今ね、言うだけ言っといたらね、あの、泣きり絵巻に大量に投下されるかもしれないよ。確かに。でもさ、言ってなんかこう和風だからさ、あんまり洋服似合わないかもしれないけど、なんかこう、なんだろう、難しいなぁ。ふんどしに合いそうって書いてある。ふんどしのイラストはもう出てきてたから、もう重いんだと思う。なんだろう。でも、なんかこう、洋風な服を着たいな。洋風、でもどう洋風って言われると難しいけど。そうだな。なんだろう、ごめん、あ、おぉ、メイド服、バニーとか、バニー着てみたいかも。ちょっと恥ずかしそうだけど。確かに。だいぶ気はないけど。でもバニーってさ、なんか耳もあるし、角もあるしみたいな、ごっちゃになりそうだけど。確かに。じゃあ服だけかな、そしたら。バニーの服だけかな。ドレスか、ドレス、あ、さっきウェディングドレス見たいっていうのあった。あ、そう、ドレス着てみたいのと、あ、でも、あ、大正ロマンとかも着たいかも。あー、いいね、大正ロマン。あ、絶対合う。和は絶対合うからね。何着たって。そう、和メイドとかも絶対合うし。そう、私はでもね、あやめちゃんのなんか、この間の新衣装とか、お正月衣装とか、そのためにね、編みタイツを履かせようと試みているんですけど。そうそう、やたらさ、わかんねえ。編みタイツ要素絶対入ってるんよ。そう、なかなか振り向いてくれないから、ちょっとこう、どうやってね、忍ばせていこうか。いや、ちょっと編みタイツはちょっと恥ずかしい。エッチじゃん。ちょっと恥ずかしいじゃん、ちょっと。あやちゃんまだ思春期みたいだから。思春期明けたらかな。1500歳のね、思春期だから。思春期の真っ只中だから、今、よさ。そうらしいです。そう、だから、編みタイツは、ちょっと、ファンアートに留めておくということでね。はい。でも、ね、お願いします。私のこの服、着てほしい。似合いそう。髪の色がさ、似てるし、背丈も同じぐらいだから、ちょっとお揃いでね、あやめちゃんにも着てほしいなとね、思っているんですよ。おですよ。ちょっと、恥ずかしいけど。私の今の衣装は恥ずかしくないよ。え、あー、そっちか、そっちだよ。違うよ、そっちだよ。あ、そっちか。え、でもさ、そのさ、新衣装のハート？のところがめっちゃ可愛いんだよな、その。襟のところ？あ、そう。そこめっちゃ可愛くて、リボンの色といい、その、何？リボンの下に生えてるさ。羽？羽みたいな。羽！そう、めっちゃ可愛い、それ。そう、髪の毛のね、ツーサイドアップのところにも羽あるんだよ。そう、それめっちゃ可愛い。お揃いで着たい、それだってよ。お、お揃いで着たいって。ちょっと時間があったら。着たい、めっちゃ怖いよ。ちょっと、旧衣装の時とね、食いつきが違いますね。旧衣装エッチだからさ。いや、恥ずかしいもんだって、あれ着るの。そうだね、確かに。あれ、
着るんだったら、網タイツの方が恥ずかしくないもんね。フェアルックしてもろて。うん、あ、衣装交換確かにいいかも。あ、衣装交換がいいかも。確かに、私もその衣装着たい。これ、浴衣涼しいよ。でも今も私も肩涼しいよ。お揃いだよ。うん、いいな、いいな。いい感じ、いい感じ。うん、っていう感じ。いや、でも見たいな、交換したところ。うん、じゃあ、あやめちゃん逆に、ちょっと私に似合いそうな、コーデとか。うん、え、でも普通にチャイナ服が見たい、本当に。こう、短いやつ。短いやつかー。何がとは言わないけど、短い際どいやつが見たいかな。あやめちゃん、人には際どいの着せるのか。おい。おいおい。そう、そうそう。母上だからこそ似合うからさ。そう。いやいやいや、私が着るときはあやめちゃんも道連れだからね。あー。あー。あやめちゃんにはスリットがっつり入ったま、ね。赤いチャイナ服を着てもろて。チャイナ服でも着たいな、赤いやつ。うん。あやめちゃんが赤でね、私が青だとぴったりじゃないかな。うん、ぴったりぴったり。うん。あと、チャイナ服じゃないけど、中華ロリ花ロリ、うん、うん、そう、あれ着てみてほしい。ねえ。花ロリのファンアート、あやめちゃんのファンアート、割と見かけない気がするのに。うん、確かに。あんまり見たことないかもしれない。うん、そうそう、最近なんか軍服って、多いのとか、あとレースコスしてるあやめちゃんとか、あー、はいはいはい、多いかもしれない。そう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 、FX ばっかだから。そう、私はね、一回あやめちゃんのファンアートで、なんだろ、うん、最強決定戦出てたじゃんか。うんうんうん、そうそう、あれの前にね、あやめちゃんのなんか、そう、FX っぽいの書こうかなと思ったらね、あ、あ、そう、あ、書いたのかと思ったんですよ。見ようかったのか、焦った今。そう、書こうと思ったんだけど、銃が書けなくてね、うん、断念したんだよな。見たかったー。そう、ちょっと待って、後でこっそり。うん、にゃー。にゃー。